違うのか、なんか違うって感じ。あーやばい、モブ血戦艦って感じで終わりかな。ぬるぬる、あ、OKOKOK。 まあ待てよ、ケツ先はもう冷蔵庫にしまい始めてます。終わろうとしている。一品くらいはできましたか？味しみてないの？もうできます。水なくなったんで、はい、 OK です。あとごま油回し入れて。料理人です。え、じゃあ最後こっちで採点だけしますか。どうしようかな。絶対下こげてるな。もしかして卵買いに行かなくても大遅刻だったんでは？油かけすぎ。何を採点すればいいんだ。あり得る。よし、餃子はパリッとなったから OK かな。時間に判別してないと時間消えてるけどな。お笑いとして採点した方が点数上がるじゃない。何もできていないことを採点する。次は乾杯です。あ、ちゃあちゃあちゃ、なぜ事前に2時間指定してるし、まだ大丈夫だよ。ひょっこり使ってみて。わら、もぐたさんも採点まだかなって言ってるよ。よう、逆だった。戦っていない。そうですよ、時間より早く作るより、ちょうどに作らないとダメなんやぞ。確認を務めは作るよ。あちゃあちゃあ、めちゃめちゃ跳ねてくんねんけど、こいつ。もうせーのでパンってやるか。せーのでパンってやるか。あ、味全く染みてへんかったわ。この始末。突然のブルース、B、油と水分も一緒に来るぞ。わら、事故ります。あ、ちゃっ、ほら、パリパリ、めちゃめちゃうまそう。ほらね、めちゃめちゃうまそう。ちょうどの焼き加減。はい、できました、できましたわ。焦げてるが、いや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 、これぐらいの焦げはもう普通だから。技術点高い。でしょ。これは跳ねない。丸くくっついて餃子に見えない。わら、それを三角コーナーにドーン。ちょうどの焼き加減、全能。そう。ちょうど、ちょうどです。もうベストプレイス。ベストプレイス。なかなか通ってなさそう。いや、いけると思うで。は避けれたけど、成功か失敗なら失敗。わら、中国の焼き餃子は水餃子の残り物で作るからな。あ、そうなの？実力が高いな。わら、ベストな場所。わらわら、チャーハンできるまでラップしときましょう。よしよし、チャーハン作ってる間に冷めるんでしょ、知ってる。これで完成。あー、引っかかった。服が引っかかった。よし。これに金出すなら38円くらいかな。そういうのいいから遊ばないで。今のいる？人待たせてる自覚ないタイプだなこいつ。待たせるとかちゃうから。残り30分です。餃子先に作ると冷めるだろ。餃子できまして、でチャーハンね。芸人お笑いを忘れてない。中国は水餃子と蒸し餃子が主流、焼き餃子は邪道という人もいる。いや、そうなんや。時間決めてるからって時間いっぱい使うって大事だよな。嘘です。セブンのレンチン餃子で手軽に作ればよいのに。え、せっかくパリパリなのにラップかけるの？わら、いや実際ケツ派かなり待ってるよ。まあこんなやって遊んでても相手が相手だしよ。じゃ、ゆささーん、ごめんなさい。大変お待たせしております。時間切れは強制敗北。わら、でかい。そうです。わら、チャーハンの具材のくせにでかすぎやろ。餃子冷えてしまうやん。よしよし、もう負けってことで相手を解放してやれ。俺たちには謝罪ねえのか。中国は焼きか蒸しか水か聞いてくんだよ。
あ、そうなんや。聞くの？すごいな。これぞ製法なりとか公明日頃落としたいけや先生。よいしょ。わら、チャーシュー持ち込み失格で採点いっか。なんで俺反則みたいになってんの？時間まだ出し謝らないでいいよ。既製品使うよりかはマシやろ。終わっている。なんで今度2つあるのに同時進行せんの？チャーシュー同時進行しているんだよ。わら、前回の対決もモグタクッソ待たせて放置したからな。おい、ケツ先配信終わったぞ。ダブル。終わってしまった。ダブル。放送終了しててくさ。えらいすいまへんの。対決じゃなかった。わら、ダブル。なんやこれ、いつもの配信やないかこれ。わら、対決っていうから料理見せ合って採点でもするのかと思ったけど違うんだね。いや、その予定やったんですけど。対決ですらなくなったな。今度から戦艦は1時間早く始めましょう。そうしよう。もしかもしか水か聞いてくるのも地方によるのでは。よし、やってやろうじゃねえか。勝負っていう条件がもう謎じゃない。情けねえ。いつもの配信ってことでもう時間気にせずやりますか。わら、食い終わって見に来てもこんなざまじゃ配信終わりたくなるわ。戦艦引き継ぎ配信よろしく。斬新な料理対決だ。せめてどうするかちょっと言えばよかったのに。対決そうっすね。だけど相手はもう終わったの。ただの並走配信。わらわら。チャーハン行きます。先に開始していい勝負だぞ。手際いい人は1時間遅れで作ってもらえば無駄に良いのです。わら、そうやな。先生は前日の録画で参加でいいのでは。その使いこなせない。俺だけ録画？今ケツさんに銀行入れさせろや。でコメント書き込もう。そっからちょうど配信終わった。初めの年祝福。終わり。みんな中国の話してるけどこの人朝鮮の人だよ。もうただけだものやろこれ。わら、ひまき先生最近朝昼晩カリフォルニアロールって本当ですか？嘘ですよ。どこの噂よ。呆れられる始末。クルの料理王が誰か発揮したな。この始末。7分しかないけどどうすればいいのか分かんなくて終わってない。そろそろセブンに。ごめんなさい、終わってしまった。申し訳ございません。もうあともうちょっと終わります。あと20分ほどで終わりますんで。ごめんなさい。卵混ぜるのしつこい。わらわら、チャーシューだけなの？今度はもっと時間厳しめでやってよ。そうね。バラバラの料理配信やが。ごめんなさい。ちまきケースかけると20分なんで。ごめんなさい。わら、嘘言うな。あと30分だろ。まあでも俺チャーハン練習してるから。そう、2回練習してるから大丈夫よ。 OK にしよう。もうちょっとが長いですね。わらわら、ここからが本当の地獄だ。そうそう。わら、さすがに配信は終わるなよ。30分で終わるか。40分廃棄。そう、スマホ切れて連絡も取れなくて申し訳ない。もうちょっと。あれ？120。チャーハンって練習いるか？さすがに。チャーハンいるから練習。なんで毎回ちまきさんの料理って時間かかるの？なんで毎回。いや、そういう星に生まれてるんですよ。すれば向こうもまだ待ってくれる。申し訳ございません。タブレットなんだ。よいしょ。焼いてから20分放置される餃子。オッケー、任せな。よし、行くぜ。まだ作ってるの？それやめい。その子、まだ作ってるのとかやめい。今からチャーハンはさすがにくさ。よし。今からチャーハン。よいしょ。これから作るんだよ。父ちゃん母ちゃん絶対泣いてるべ。わら。え、なんか入ってんねんけど。料理ではトップの配信なのに料理界では勝手が違うな。なこれ。じゃダブルまだ作ってるの？わら、ご飯洗った？残り30分です。1品くらいはできましたか？よいしょ。時間経つと半分くらい美味しさ抜けちゃうからだいぶ損してるよ。急げ。遅すぎて虫が入る。チンコ洗った？ネズミの糞？ダブル、ちょっと食べてみて。ちょっと油多すぎるか。まあいいか。よし、これね、まずね、卵やるんですよね。わら、中華鍋ちゃんと焼き入れた？焼き入れましたよ。出るぐらいだぞ。まだ作ってるの？ねえ、まだ作ってるの？まだ作ってるんですよ。よいしょ。卵。玉ねぎとかは？よし、これでもう一回すぐ戻す。すぐ戻す。よし。すぐ戻す。うわあ。ああ、ちょっと遅すぎたな。もうええやんちゃうよ。
あのさ、料理勝負するのにレシピ確認するなよ。そういうレベルで勝負とか失礼だぞ。戻すの？笑。一回戻すの。ダブル。ちまき先生、それ冷や飯じゃなくて冷やした飯。バウンドがすごい。してんな。でもカブラ入れて。戻さなくていいぞ、もた。もた。で、生姜とニンニクを炒めます。もうこびりついてるやんけ。ほんまこれ取った方がいいんですけどね。油入れすぎまあいいや。わら、どんだけ油入れんだよ。油足すの合ってる。冷や飯と冷蔵庫で冷やした飯は別物だぞ。生姜とニンニクのいい香りがしてきたら、ネギを入れます。わら。握ります。これが前半スタイル。よし。すごい特殊系品。卵多すぎたな。1個でよかったな。でここである程度火が通ったらチャーシューを入れる。チャ、これどこで味付けしたらいいんやろ。これ30分経ちましたけど、まだ何ですか。チャーシュー、ここでちょっと醤油入れるか。チャーシューのサイズがでかすぎる。チャーシューでかすぎる。牛肉粉5本用くらいあるやん。で炒めてから、オリジナルダブル、もし入れてからでいい。ダブル練習したのにそれも振らないってやばねえ。ご飯入れてから謎の醤油入れる。マジか。で卵入れます。醤油は最後だろ。わら、ダブル、脳みそ 100% 使用中、醤油 30% CPU 使用率が。で、ご飯をすかさず入れます。今入れるとか早すぎ。ダブル、アレンジやめてもらえますか。お前醤油好きだな。わら、今日のムーブやばない。肉以外存在感消えるやつや。身分蒸発。わら、ビプシ脳みそ 100% 卵の前にご飯では。フライパン振って、ダブル、ビプシ脳みそ交換して、そろそろブルースクリーンになりそう。本当にやばい、米が全然パラパラじゃねえ。なんか俺下手になってるぞ。